こんにちは、サクパンです。今回皆様にお伝えしたいことがあり、初めてのアフレコに挑戦しています。もうお分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、この度角川さんよりレシピ本を出させていただくことになりました。レシピ本を出すということは YouTube を始めてから最初にできた夢だったので、今回その夢が叶ってこうして皆様に報告できることが本当に嬉しいです。本を開けてみると、見ているだけでよだれが出てしまいそうな華やかな料理がたくさん並んでるんですが、どれも家庭にある調味料やスーパーで手軽に手に入るお手頃な食材だけで作っています。なので家計にも優しく、簡単に、時短に、なおかつおしゃれにという、なんとも欲張りなものをすべてギュッと一冊に詰め込みました。その中でもピックアップすると、一般的な家庭料理、レンジだけで作れるおつまみセット、華やかなおもてなしレシピ、お弁当、1週間の買い出し食材と、その中から作る1週間の献立、よく作る常備菜などなど、なんとその数110品以上で、全品自分が何回もリピートしたいものっていうものにこだわりました。レシピ以外でも愛用の調味料や調理器具をたくさん紹介させていただいてます。あとは料理嫌いだった私の学生時代のちょっとした料理にまつわるポンコツ秘話だったり、ちゃちゃと主人との日常写真だったり、そういったプライベートな部分も盛り込まれているので、そういった部分でも皆様に楽しんでいただけたらなと厚かましく思っています。正直いろんなレシピ本が発売されている中で、私がこんなレシピ本を制作することなんてできるのかな、いいのかなってすごく不安 で、実際撮影時も緊張でガチガチだったんですけど、けどとか言っちゃったんですよ。そこから角川さんをはじめいろんな方の心強いサポートのもとで、本当に何度も何度も味の微調整を繰り返して、試作と試食を重ねていって、とても自信を持っておすすめできる大切な一冊に仕上がりました。よく YouTube のコメントでレパートリー不足だとか、献立考えるのめんどくさいといった声をすごくいただくんですけど、この一冊でバリエーションが広がって楽しい食卓になればいいなと願っています。皆さんにも本日9月22日より概要欄の URL にて予約スタートとなります。皆様にもぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。